はい、どうも、Bレジェンド影谷です。今回ね、ご紹介しようと思いますのは、まあ、こちらのね、こっちラガーマン、Bレジェンドラガーマンとフットボールプロテインと、こちらベースボールプロテインでございます。まあ、もちろんこう、Bレジェンド飲まれてる方は、まあ、運動ね、スポーツされてる方も、まあ、たくさんいらっしゃると思います。で、まあ、部活動ね、されてる方もいらっしゃると思います。で、まあ、もう名前の通りね、ラガーマンは、まあ、ラグビーされる方に、まあ、いいかなという形で配合を決めてありますし、フットボールはもちろんサッカーとかね、フットサルとかされてる方にいいんじゃないかなっていう配合にしてあります。そして、ベースボールももうこのまま、もう野球にね、向けた配合にしてあります。まあ、例えば、炭水化物を入れることによって、こう、回復や体を大きくすることを狙ったり、クレアチンとか入れることでね、こう、俊敏性増していったりですね、あとはまあ、HMB 入れることで、まあ、こう、筋量アップを狙ったりとかね、まあ、各々いろんな配合をしてあります。なので、まあ、あんまりね、紹介することがないので、まあ、こういったね、製品もあるので、もしよろしければ、選んでいただければいいんじゃないかなというふうに考えておりました。そしてね、やっぱりこう、クラブをされる方は、まあ、もちろんこのね、専用のラガーマンとかフットボールとかベースボールじゃなくても、普段、通常のね、Bレジェンドシリーズでも OK なんですけれども、まあ、あとですね、まあ、合わせてぜひ飲んでいただきたいなと思うのが、このこちらでございます。Bレジェンドジョイント。ジョイントね。で、このジョイントっていうのはもう名前の通り、まあ、関節系のものなんですけれども、なんていうかな、トレーニングもそうなんですけどね、トレーニングされる方ももちろんのこと、スポーツされる方なんかでも結構こう関節周りね、ダメージの積み重なるケースが多いんじゃないかなと思います。まあ、野球でやってて肘とかね、まあ、こう肩とかね、サッカーだったらとか、ラグビーだったら膝とかね、まあ、単純に外傷的な打撲とか、外傷的なダメージもあると思うんですけど、やっぱこう使ってのダメージっていうのもあるし、例えばベンチプレスの選手なんかだったら、こう肩とかね、肘とか痛める方も多いですよね。まあ、膝とかね、トレーニーでもハードにされてる方は関節のダメージっていうのは積み重ねが大きいと思うので、まあ、ぜひジョイント飲んでいただきたいなっていうのが、まあ、考えてます。で、まあ、ジョイントなのでね、関節成分が入ってます。ヒアルロン酸であったりとか、グルコサミンコンドロイチンとかね、そういったコラーゲンとか、そういったものも入っているので、まあ、関節周りだけじゃなくて軟骨とかね、あと腱とかね、そういったところにもいいと思います。そして、まあ、カルニチンシトルリンを入れることによって、まあ、血管拡張作用があるので、要は血管拡張するっていうことは、それだけ、栄養成分が通りやすくなるっていうことだから、ダメージの回復にも貢献してくれるわけですよね。で、あと、まあ、疲労回復のオルニチンとかね、あと実はね、ギャバとかも入ってるんですよ。で、まあ、サミーとかね、そういったものも入ってるんですけど、これって、まあ、ただのね、一般的なこう関節ケアのものとは違ってですね、本当にアスリート向けに開発したものです。まあ、うちのビタミン&ミネラルなんかも、もうただのビタミン、ミネラルじゃなくて、アスリート向けに、あ、これ特に大事だなっていうのを分量を増やしたりしてね、アスリート仕様にしてあります。で、Bレジェンドジョイントも、アスリート向けの配合になってますので、ぜひですね、まあ関節が気になってる方なんかは飲んでもらうといいんじゃないかなと思います。まあ、結構ね、競技者、ベンチプレスの選手なんか非常によく飲んでいただいてて、まあ、ダメージがあって痛めてるっていう人が飲んでもらって、まあ、大会復帰できてるとかね、そういう声もたくさんいただいてます。で、分量も1日6粒なんですけど、やっぱりね、ダメージによって結構分量を多くしたり少なくしたりっていう方がいらっしゃいます。まあ、中には倍量飲んでるっていう方もいらっしゃるんですけれどもね、まあ、そのあたりちょっと体調の兼ね合いもあるので、まあ、調整してもらいながらなんですけれども、まあ、他のね、ものもラガーマンとかフットボールとかベースボールもそうなんですが、こういったものも、まあ、ベースは例えばこのあたりも、まあ、スプーン4杯ぐらいで、1回飲みましょうねってなってるんですけど、だけど実際僕も普段 Bレジェンド飲むときは1回で、60g ぐらいで飲んでます。だからスプーンで言うと8杯分ぐらい、もう山盛りてんこ盛りで、まあ6杯ぐらいかな、6杯7杯とかぐらい入れて、飲んでます。それで、まあ、タンパク質で言うと、まあ、40g なんですけど、まあ、スポーツ栄養学的には、一度にできるタンパク質摂取量っていうのは 20g 程度ですというふうに言われてますけれども、まあ、あんまりね、なんか、まあ、それ理論上そうかもしれないんですけど、やっぱり実際体はそうじゃないと思うんですよね。結構なんていうのかな、ステーキなんかでも大量に食べたとか、お肉とかでも大量に食べた時とかだったら、やっぱりこうもっとタンパク質取ってても結構グッと大きくなったり、まあ、僕はやっぱ思うの、
は、関取の方とかっていうのはやっぱりあれだけ体大きいじゃないですか。もちろん脂肪も乗ってるんだけど、中にかなりの筋量がありますからね。かなり筋肉あって、その上に脂肪が乗ってるので、なんかただのデブッチョみたいに思われがちなんですが、もう関取はめちゃくちゃマッチョですからね。だからやっぱりああいう関取がああいう体をね作ろうと思うと、やっぱりちゃんこでね1日2食とかしか食べてないわけじゃないですか。でまあよく寝ますよね、稽古の後に寝るっていうのも言われてる。やっぱり睡眠っていうのは成長ホルモンも出して筋合成も高めるから、やっぱり体作りにいいんだなって思ったりね。あとその食事もドカ食い2発でやって寝るっていうのが、あれがやっぱりいいんじゃないかなって結構思ってたりしてて、タンパク質が1日1回 20g しか吸収できないというのがねあれば、2回しか食べない関取の人は 40g しか摂取できないから、なんかあんなのってやっぱりねちょっと違うんじゃないかなと、まあ僕個人的にねちょっと思ってるんですけど、実際なんかその文献があるとかそういうわけじゃないので、実際のところはちょっと分かんないんですけど、でも関取の方の体のデカさっていうのはちょっと証明がつかないなと思っています。はい、まあちょっと脱線しましたが、まあそんなこんなでね、特にラグビーとかフットボール、サッカーなんかっていうのはこうコンタクトスポーツ、バスケなんかもそうですよね、コンタクトスポーツなので、やっぱりこう体がでかい方がいいですし、やっぱりそのストップアンドゴーの繰り返しで、ダメージの回復、疲労の回復っていうのがなかなか高いレベルで求められると思います。ラグビーなんかでも後半ね、最後の5分10分でもう1トライ取りに行くかどうか、最後ここでタックルで止めるかどうかによって、やっぱりそのね点数が入る入らないっていうところの瀬戸際になると思うんですよ。やっぱりそこの一つ頑張れるような、フィジカルとメンタルをね鍛えるためにもやっぱりいいだろうし、フットボールなんかでも、まあ、サッカーね体型ってそんなに気にされる方がまだ少ないんですけれども、やっぱりジャパンに選ばれる選手と J リーガーと比べるとね、 J リーガーでも日本のトップの選手じゃないですか。でジャパンはもちろんその中の選抜チームですけどね、だけどジャパンと J リーガー比べてももう体重差がもう明らかにでかいんですよ、ジャパンの選手の方がね。だからそういったことも出てますし、もちろん J リーガーと一般の選手で、一般というか社会人選手とかね、学生とかと比べるともちろん J リーガーの方が体でかいっていうのも当然なんですが、そういった意味でもボディメイク、体作りは必須だと思いますし、もう野球なんかもそうですよね。やっぱこう体重増やしたいっていうのが少年野球なんかでも非常に多いと思いますし、あとは回復ね、野球は本当に練習量が多いです、練習時間も長いです。だから特にこれからの夏場なんかはしっかり回復しないといけないと思うので、その回復系のね成分もしっかり入れてあるので、まあこういったベースボールプロテインっていうのも、まあパッケージはねこんな感じでメジャーセカンドでこう可愛いパッケージになってるんですけれども、まあ結構ガチのね野球向けプロテインなのでおすすめします。まあ選手がね自分で飲むっていうのもそうなんですけど、やっぱり子供さんがいらっしゃる場合は親御さんがね選んでいただいたり、あるいは下宿先とかねに寮とかにねこう送ってあげるとかっていう風にしてもらってもいいんじゃないかなと思います。はい、ということで、まあ、今回は、まあ、部活をされている、選手そして、親御さんにですね、おすすめのアスリート向けのやつを紹介いたしました。はい、ということで、まあ、ビーレジェンドいろんな種類ありますので、ぜひお試しいただければいいんじゃないかなと思います。ぜひお試しください。ではまたお会いしましょう。さよなら。